活躍されてる三味線奏者とかがわりかし多用してるモダンなスタイルでちょっと引き分けてみました、はい、それ名前だ。はい、というわけでですね、レーゲン妃のワークショップでございます、はい、11月23日、2022年12月じゃない、外国式だ2022年11月23日、四谷スポーツクエアの音楽室で、やらせていただきます。前回ね、指導四谷教室でやらせていただきましたけども、少しね、ちょっと狭かったということでですね、今回は四谷、スポーツクエアの音楽室を借りてレーゲン妃のワークショップを行います。前回はね、基本的な内容でございましたけども、はい、その続きということでございますけども、前回の内容もね、おさらいした後ね、続きをいくということでね、前回の内容っていうのはさらっとどんな感じでしたかね。この三味線の構え方から、はい、本鉢の持ち方からって結構基本的なので、はい、まあ、一応右手と左手のなんかフォームみたいな音出せますよぐらいのところから、はい、まあ、次はちょっと具体的に演奏も入っていけたらなみたいな、はいはい、ということで、今回は曲に入っていくわけですかね。いけたら、できたら、そこまで時間が、それの前に何があるんですか。まだ前後鉢とか。前後鉢まだ行ってなかった。行ってないです。前後鉢と、あとユリ、はい、あ、ビブラート、ね、まだ演奏テクニックがね、いろいろありますね、うん、レーゲン妃といえば、ビブラートということですね、はい、そうなんですいうことでね、はい、レーゲン妃ワークショップ2022年11月23日、勤労感謝の日でございます、ぜひ、皆さんお越しください。それでは皆さん、楽しい三味線を See you later。 日本文化の魅力をお伝え、普及発展につなげていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。概要欄のチェック、コメントの方もよろしくお願いします。日本文化の魅力をお伝え、普及発展につなげていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。概要欄のチェック、コメントの方もよろしくお願いします。